皆さん今日はですね、ココちゃんと一緒にマグマのお風呂に入りたいと思います。真っ赤なんですよ、ココちゃん怖い？怖い。怖いよね。なんでこんなに真っ赤なお風呂があるんですか？マグマのお風呂が熱すぎますよ。どうもシュンズ TV です。前回に引き続きこちらのメンバーでディズニーオフィシャルホテルグランド日光東京ベイ舞浜ホテルに来ました。ねえレックス君、チューしない？チューチューってさ。ココちゃんやめてよ、ちょっと苦しいよ。ちょっとココちゃんってばさ。おいおい、ココちゃんとレックスは仲良しだな。キャビットさだね、夜寝る時も一緒に寝てたわ。キャビットです。まったくもう、ココちゃんはレックスにそうやってチュッチュチュッチュずっとして、まったくもう。あ、そうだココちゃん、おい、ちょっとなんで、まったくもう朝起きたばっかりだから。ココちゃん、今から朝ごはんを食べに行こっか。よし、じゃあ早速お腹いっぱい食べに行きましょう。いっぱい食べよう。はい、こちらが今日の朝食でございます。今回はですね、ちょっと一つのプレートにサラダとか鮭とか、あとカツをね入れてしまったんですけども、まあ今日は比較的ちょっと炭水化物が多めになってしまいましたかね。まあでもこの大きいお皿にあるカツをですね、ご飯の上に乗せてカツ丼みたいにして食べたいと思います。カレーライスもあってとっても最高ね、ココちゃん。美味しいね。美味しいよ、ちゃんとバランスよく食べてんだ。こうやってフルーツとかサラダとか。いいね、ココちゃん、すごく健康的な食事だね。そうでしょ、いっぱい食べて元気いっぱいにいるんだ。そうかそうか、ココちゃん、やっぱり健康意識することはとっても大切だからね。そうだね、いっぱい食べよう。いやー、ココちゃん、朝ごはん美味しかったね。いっぱい食べた？ねえ、ココちゃんも美味しそうに食べてました。あ、そうだ、朝は私いつも朝風呂に入ってるんですけども、この部屋はなんと昨日紹介しましたがスイートルームなので、ジャグジー付きなんですよ。ココちゃん、朝風呂入る？うん、朝風呂入る。ねえ、ココちゃんもお風呂大好きだもんね。おもちゃも、おもちゃも、うん、いやちょっと濡れないか心配だけど、じゃあみんなでお風呂入ろっか。うん、よろしくお願いします。じゃじゃーん、こちらがですね、グランド日光ホテルスイートルームのお風呂でございます。見てくださいよ、蛇口付きで、そして海を眺めながら入ることができるって本当に最高ですよね。よし、ちょっとお湯を止めたいと思います。よいしょと、いやー、いい湯加減だ。よし、ココちゃんと一緒に入るぞ。早速ココちゃんとお風呂入りました。ココちゃん、お風呂気持ちいい？気持ちいい。ねえココちゃん、あ、そうだ、ジャグジー風呂なんだけど、ココちゃん怖くない？大丈夫？ココちゃん、ジャグジー風呂すごいね。こうやってブクブクってなりながら入ることができる。このスイッチ一つでジャグジーを止めたりとか、ジャグジーをつけたりできるんだよね、ココちゃん。あや、濡れちゃった。濡れちゃったね、ココちゃん。そしてココちゃんがおもちゃたちもって言うから、レックスとキャビットとララルーも来てもらいました。あ、お風呂とっても気持ちよさそうだね。おいおい、俺たちも入りたいぜ。キャビット、そうだね、私たち濡れたらまずいもんね。ねえココちゃん、朝風呂とっても気持ちがいいね。ああ、そうだ、私ちょっとパンツ持ってくるの忘れちゃったよ。ちょっとココちゃん、ここでレックスたちとお利口さんに待てる？うん。いやー、まさかのタオルを巻いてお風呂場まで来たからパンツを忘れてしまいましたよ。お利口さんにここで待っててね。いやー、それにしてもですね、お風呂って本当に最高ですから。あれ、ちょっと待って、しゅんさん、やばいよこれ。え、わわわわわわ、ちょっと待ってくださいよ。なんでお湯の色が真っ赤になってるの？これは一体どういうこと？ちょっとさ、これマグマだよ。マグマ、なんでマグマってわかるの？声が聞こえたんだ。やあ、こんにちは、何をしているのかね。マグマのお風呂に入ってしまうがいい。そう、真っ赤なお風呂でな。本当だ、何か聞こえてきますよ、ココちゃん。ちょっとさ、どうしよう、マグマのお風呂だよ。あー、ココちゃん、ちょっと待って、急にお風呂のお湯が赤くなったの？うん。そんなこと、ちょっと
待って、なんか匂いがしますよ。この匂いって、いちご？いちごの匂いがするんですけども、どうして突然お風呂の匂いがいちご？ロッツォ！こんにちは。何をしているのかね？私がストロベリーの香りがする入浴剤を入れてやったんだぞ。そう。お前たちの好き勝手にさせないように旅行にこっそりついてきた。マジかよロッツォ。クソ、ロッツォの仕業だったんですね。これはロッツォが入浴剤を入れたから、それにシュンズディリを見張るためにわざとこうやって旅行についてきたんですね。ちょっとココちゃん気をつけてね。ロッツォが見張ってるって。ちょっとさ、ロッツォやめてよね、いたずらとかはさ。ちょっとクソ、ロッツォ、お願いですから悪さはやめてくださいよ。ああ、またな。アンティークショップに戻って次の作戦の準備をする。ちょっとクソ、まったくもうロッツォが行っちゃいましたよ。ああ、ロッツォはストロベリーが大好きだから、ショウさんとココちゃんの体をストロベリーまみれにしたかったんだろうね。よろしくお願いします。いやー、ココちゃん、お風呂気持ちよかったね。ちなみに、ゴミ捨て場のところにこんなものがありました。ストロベリーのバスソルトですよ。しかもこれ、グランド日光ホテルの売店で売られてるやつです。ロッツォはきっとこれを入れたんでしょうね。まあでもロッツォのおかげで、私たちは体中がイチゴの匂いになりましたけども、でも、おかげで楽しいお風呂にすることができました。ロッツォはまたアンティークショップに行って作戦を考えるという言っていましたけども、次はどんなことしてくるんでしょうね。それじゃあ皆さん、またお会いしましょう。さようなら。バイバイみんな。ママ、やあ、こんにちは。何をしているのかね。シュンズ TV の体の匂いをストロベリーに変えてやったぞ。そして私は先ほどアンティークショップに着いた。シュンズ TV はのんきに旅行してるから、いつまで経っても弱いのだ。ロッツォに質問です。ストレッチ伸ばしてください。ああ、シュンズ TV の家にいるストレッチだな。あのタコのようなやつは前は私の子分だったが、今では裏切ってしまった。ロッツォに質問です。お正月に食べ過ぎて太っちゃってもいいですか？ああ、私はふっくらしているお腹だぞ。みんないっぱい食べて、私のようなふっくらのお腹になるのだ。そうすれば私に似て、そう、ロッツォチームになることができるぞ。みんなで年内にシュンズ TV を倒そうではないか。ああ、そうそう、ここまで行ってもシュンズ TV を応援したい奴はチャンネル登録をした方がいい。ただし、私にとっては敵だがな。どちらか選べ。さあ、どうかね。